モーニングルーティーン、日本の常識、世界の非常識。おはようございます、吉岡秀樹です。今日のテーマはモーニングルーティーン、日本人の半数以上が知らないことで、日本の常識、世界の非常識の一つと言えるでしょう。あなたの毎日の習慣をちょっと見直すきっかけになればいいなと思って、今日はお話ししていきます。どんないいことが起きるかっていうのは、この動画を最後まで見てもらえるとわかります。ではまずショートムービー、私のモーニングルーティーンをご覧ください。はい、お気づきになりましたでしょうか。そう、歯磨きのタイミングです。2018年1月1日号のプレジデント、こちらでも書いてるんですけども、歯磨きのタイミングは寝起きすぐをおすすめします。そして歯ブラシには何もつけない、こうすることで歯磨きの技術が上達します。上手になるんですね。寝起きに歯磨きをするのって、実は昔からの作法の一つだったりするんです。大阪府守口市に本社を持つ仏壇仏具販売店の滝本仏光堂さんの記事を紹介します。禅宗では日常生活のすべてが修行の場とされており、雲水は午前3時半に起床し、寝具をまとめて洗面所で歯磨きや桶の水で頭から顔を洗うわけですが、洗う順番などの作法が細かく決められています。ここに書かれている雲水というのは座禅の修行僧のことです。午前3時半って早起きすぎて暇だから歯磨きしてるんでしょって思う人いるかもしれませんね。そこでもう一つ、2014年に公開された映画ザ・レゴムービー、これのかなり最初の方のシーンです。主人公エメットのモーニングルーティーンが出てくるんですが、ご覧になったことはありますか？シャワーを浴びて歯磨きして髪の毛を整えて、その後朝ごはん食べたりコーヒー飲んだりって、海外の映画だとよく見かけるシーンですよね。なぜ寝起きすぐの歯磨きなのか、その理由を簡単にお話ししましょう。夜寝ている間に爆発的に口の中でバイ菌が増えていくっていう話は、以前寝起きの口臭をテーマにした動画でお話ししました。まだご覧になってない方は概要欄にリンクを貼っておくので後でご覧ください。さて、両手を前に出して手のひらで器のようなものを作ってください。ここに山盛りのこが乗っているのをイメージしてください。この中のバイ菌と同じぐらい寝起きの口の中にはバイ菌がいます。これちょっとやばくないですか？歯磨きの目的ってバイ菌を取ることで虫歯や歯周病、口臭なんかを予防することですよね。お年を召した方であれば誤嚥性肺炎の予防にもつながります。まあもっと俗っぽい言い方をすると、バイ菌まみれの朝ごはん食べたいですかっていう話です。バイ菌まみれの状態で食べたり飲んだりすると、歯の表面にステインという色素沈着も起こりやすくなります。それはなぜかと問われたならば、歯の表面がバイ菌でネバネバベタベタしているから、そこに食べ物や飲み物の色素がへばりついたままになりやすいからですね。寝ている時にバイ菌は増えやすいので、寝る前の歯磨きっていうのもいいんですけど、バイ菌が増えた後の寝起きの歯磨きの方が大切です。
歯磨きをした後の除菌効果が一日中持続しますからね。ちなみに食べたり飲んだりした後は歯磨きをするぐらいだったらシュガーレスガムを噛む方がメリットが大きいと思います。これは詳しく話をすると長くなるので、ニーズがあるようであれば別の機会にお話しします。ということで今日は歯磨きのタイミングについて簡単にお話ししました。あなたのモーニングルーティーン、ぜひ見直してみてください。ではまた次の動画で会いましょう。